Apex はリリースされてからかれこれ4年も経過してます。僕とためですね。そんな4年も続いている長寿ゲームは、当初から武器やキャラなどいろいろと追加されています。そしていろいろなくなったものもあります。今回はそんななくなったものでまた復活してもらいたい要素を紹介します。皆さんは消されたものの中で復活してほしいものはありますか？ぜひコメントしてください。まずはアリーナ。アリーナはシーズン9でバルキリーと共に追加され、シーズン16で消されてしまったモードです。このアリーナモードは3対3で戦闘するため、バトロワと違って漁夫の心配をする必要もないし、アンチのことを考えなくてもいいので純粋に戦闘ができるとして、一部のプレイヤーからかなり人気がありました。いや、そんなのチームデスマッチやコントロールでも良くないか？と言われるかもしれませんが、アリーナは好きな武器を使うことができました。まあ、バロラントみたいにラウンドが進むごとに買わないといけませんが、この仕様はとても良かったです。誰でも一度はこういった経験したと思います。ちょっとチーデスでフラトラの練習しますか。あ、今回ねえじゃんみたいなことを、 Apex におめえの武器ねえからと言われている感じがして悲しくなりますよね。それに比べアリーナは武器が絶対あるので、好きな武器を使うことができます。まあ武器あるから金くれよと言ってきますが、それは問題ありません。さらにアリーナはバトロワ同様にランクシステムが存在しました。上位750人はアリーナプレデターを名乗ることができました。バトロワのランクじゃなくてアリーナのランクを血眼になってプレイしている方もいました。またアリーナ連勝バッジというのも存在しています。最大100連勝までアピールできるこのバッジはチーターなどの標的にされ、最終的にアリーナは談合やチーターなどがはびこっていましたが、このバッジを実力で手に入れた人もいます。そういう人は今頃肩で風を切りながら歩いているのではないでしょうか。もしそのバッジをつけた味方が来ましたら、一応紫アーマーなどを献上した方がいいかもしれません。続いてはハボックビーム。ハボックビームをご存知ですか？通称ハムと呼ばれているやつですね。ハボックが追加された時のトレーラーを見てください。このようにハボックがビームを打っているシーンがあります。これがハムです。ちなみにハムを使っているやつをハムちゃんなんて言っていました。全部嘘ですけどね。ハボックビームが打てなくなったのは2020年に開始したシーズン7からです。この時のアップデートでセレクトファイアレシーバーが廃止されました。まあ正確にはドロップしなくなりました。プラウラーがケアパケに行ってた時はセレクトファイアがプラウラーにしがみついていたので使えました。セレクトファイアレシーバーをつけることでハボックからビームを出すことができ、このビームがかなり使えなかったです。全く使えなかったです。切り替えでフロートかビームかを選べたので、遠くの敵にビームを打ち、中距離の敵はフロートで対応という一人二役、野沢雅子さんみたいなことができていました。あ、でも今は5点もいるから3役やってますが、まあそれは置いときましょう。遠中距離使えると言いますが AR ですので、遠距離はスナイパーや G7 の方がダメージが大きく、中距離はビームなんて打てないのでフロートで打った方がいい。誰が使うのでしょうか。しかも1回の射撃で弾を4発消費していたので、弾持ちもあまりよろしくない。どなたが使うのでしょうか。そんなことない。ハボックビームは速着で偏差もないから使いやすいぞと思うかもしれません。チャーライでよくないでしょうか。速着で偏差なしはチャーライも同じです。しかも追加当時のチャーライはぶっ壊れていました。ビームを打ちたいならチャーライで十分です。ちなみにハボックでビームを打つためのセレクトファイアレシーバーはプラウラーにもつけることができました。プラウラーにつけることでバーストではなくフルオートで打つことができます。このフルオートプラウラーはかなり扱いやすく、セレクトファイアレシーバーを見つけたらバックに大事にしまってプラウラーを探していました。ただパッドだとバーストの方が強い的な意見もあったので、これは好みになりますが、僕はフルオートプラウラーが好きでした。そんなセレクトファイアレシーバー、一度戻ってきてまたあの使えないハボックビームちょっと打ちたいと思いませんか。僕はそう思います。続いてはフォージー。皆さんはフォージというレジェンドをご存知ですか？シーズン4で追加されたのはレブナントですが、実はフォージが追加されるかもしれないと言われていました。今も昔も人気のゲームにはリーカーというゲームデータから今後配信される内容を見つけてしまう方々がいます。もちろん Apex にもいます。情報をリークされてしまうとゲームが実際に配信されるワクワクがなくなってしまいます。友達からプレゼントをもらってワクワクしていたら、別のやつに中身を言われたらちょっと嫌ですよね。それと同じです。シーズン4が始まる前はリークでフォージというごついケツアゴおじさんが登場すると言われていました。ですがこれは運営が仕掛けたトラップ。フォージというキャラはもともとリーカーを騙すために作られたキャラで、本命のレブナントを隠すおとりでした。このトレーラー公開後に公式サイトのフォージのページが
ジミー・フォージ・マコミック安らかに眠ると書かれていました。このように今では考えられないような遊びを運営もしていたので、いつかまたリーカーたちを騙すような仕掛けをしてくれたら嬉しいです。続いてはスカルタウン。 APEX でスカルタウンは東京でいう渋谷みたいなものですので、みんな知ってると思います。みんなスカルタウンで待ち合わせしていました。スカルタウンは APEX 初期にあったキングスキャニオンのエリアですね。このキングスキャニオンはシーズン5が始まる時に老婆が尻もちをついちゃって、その衝撃で海に落ちてしまったエリアです。そのせいでシーズン5開始直後は老婆を嫌っている人もいたとかいないとか。ではなぜこのスカルタウンがこんなにも人気だったのでしょうか。これ謎なんですよね。別に物資がめちゃめちゃ多いとかでもなく、マップの中心にあって他のエリアに行きやすいとかでもありません。まあ強いて言うなら高低差があって近距離戦が多いということぐらいでしょうか。まあこの近距離戦が一番できるっていうのがスカルタウンだったので、それが人気だったのかもしれません。ただスカルタウンに即降りして勝手にダウンしてすぐ抜けるやつが多かったので、スカルタウンを嫌っている人もいたのではないでしょうか。今ではそのスカルタウンがあったエリアにレリックが追加されています。スカルタウンに似たエリアですが、なぜかスカルタウンほどの人気はありません。やはりスカルタウンじゃないと嫌、スカルタウンじゃなきゃダメみたいなスカルタウン信者が多かったということなのでしょうか。僕もスカルタウンがいいです。続いては阻害能力。最近戦場で増えましたね。帽子をかぶってるへそ出し男が、現在この男を使わない方が悪いというくらいこの男が使われています。なんかこの男が使われるって卑猥です。視野は最近のアップデで回復阻害、蘇生阻害、リスポン阻害が消されてしまいました。皆さんは今の能力と前の能力どちらが好きですか？コメントで教えてください。個人的に阻害能力は残してほしかったなと思っています。この阻害能力は使われて負けると台をバンしたくなるくらいムカつきますが、使った時はかなり気持ちいいです。そして阻害能力は視野を代表する能力でした。ですがその能力が消え、レブナントみたいな能力になってしまいました。まあ今の能力も強いので使われると台をバンバンしたくなりますが、皆さんはどっちが好きですか？続いてはライナー、エペライナーことこの列車。シーズン3でワールズエッジとともに追加され、シーズン6でマップ改変が起きるまでワールズエッジをぐるぐる運行していました。そんな列車はマップを移動するためだけの乗り物ではなく、列車の上にアイテムボックスもあったので初動で降りる方がたくさんいました。そのアイテムボックスからは紫アーマーなどのレアアイテムが高確率で入っているので、みんな血眼になって取り合っていました。初動からたくさんのプレイヤーとバチバチするので、最初から最後までクライマックスでした。油断ができません。奇跡的にレアアイテムを取って相手と戦闘した時は、俺の強さに相手は泣いていたことでしょう。そんな戦闘がいきなり繰り広げられていたので、この列車を占領した人はかなり強いです。この列車は完全に消されたわけではなく、期間限定で毎年冬に行われるウィンターエクスプレスで見ることができます。ただ列車が見たいというだけで釣られてきたプレイヤーはウィンターエクスプレスの闇を見ることになるでしょう。まだ経験したことがないよという方は多分今年の冬にも行われると思うので、それまで我慢してください。皆さんはウィンターエクスプレスやりたいですか？まあ答えは聞いてないけどね。続いては自己蘇生。個人的に自己蘇生を復活させてほしいです。まあ多分ですがいらないという方の方が多い気がします。自己蘇生は金ノックダウンシールドに付与されていた能力です。現在の金ノックは味方を蘇生させた時、体力が少し回復している状態で蘇生するです。この自己蘇生はダウンしちゃっても味方の手を借りずに自分で自分を蘇生する、もう一回遊べるドン状態になります。大学のもう一回遊べるドンは嫌ですが、 APEX のもう一回遊べるドンはとてもいいことです。味方が3人ダウンしちゃっても自己蘇生があれば奇跡的に勝てるかもしれません。ただこの自己蘇生を相手パーティーが全員装着していた場合、地獄を見ることになります。最終円で円が縮まってる、全員倒しちゃったけど自己蘇生持ちだから全員を格殺しないといけません。金ノックですので銃で格殺するのは時間がかかります。じゃあフィニッシャーを使おうと思っても円が縮まってるのでそんな時間もありません。あたふた格殺に手こずっている間に自分が円に飲まれてパーティー壊滅、ゴミですね。この状況になったら金ノックめちゃめちゃゴミです。ですので大会では使用禁止とか、金ノックだけ出現しないようにしていたみたいなことがあったので消されるのはしょうがないですが、カジュアル勢からしたら自己蘇生のワンチャンあるのかみたいな状況はめちゃめちゃ楽しかったです。ですのでちょっと復活してほしいなと思っちゃいます。といった感じで復活してほしい神ゲーだった要素でした。皆さんが復活してほしい今は無き要素は何ですか？ぜひコメントで教えてください。
ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。